不老だけど不死じゃない種族を滅ぼす RPG、パート46です。前回、無駄にピカピカしている弓を手に入れまして、イスランを焚きつけるところからですね。その弓は、アリエルの弓じゃないか。オンガードに話をさせてくれ。それから出発だ。我々がついに有利な状況に立ったことを知る権利が彼らにはある。みんな、集合だ。早くしろ。ぐずぐずするな。砦に引きこもっていただけなのに、偉そうなハゲだな。あん。疲れたでしょ。まあジェリーさん、久しぶり。少し儲かりましたよ。これがあなたの取り分です。2000ゴールドの利益。一体どんな商売をしていたんでしょうか。じゃあね、あなた。まあいっか、ハゲの演説が始まるので、しばし待機。吸血鬼どもが夜を怪我し、同胞たちを殺すのを、我々はあまりにも長い間許してきた。しかし今、我々はついに反撃の手段を手に入れたのだ。今や我々は、アリエルの弓を手に入れた。神は我々を選んだのだ。その期待に行動で応えようではないか。ファルコンと奴の不浄な予言を終わらせる時が訪れたのだ。奴、オーンガードの時代は来たれり。拍手が巻き起こりましたね。化け物どもを殺せ。イスラン、嫌われてるのかな。叩き込んでやるのよ。まあ、仲間の士気を高めるために、我々と言わざるを得ないのは、わかりますけど。もう少し、言い方ってものがあるでしょうと。セラーナが言っていましたよ。さて、そんなわけで、ドーンガードクエスト、最後の戦いです。放置してもクリアできる、激ぬるラストバトルですが。せっかくですし、私も参加してみます。ファイム、シグロー。ちょっと待って、これ霊体かやん。違うの、私が使いたかったのは、これじゃないんです。なんという気まずさ、なんというかっこ悪さ。あいつ何やってんだ、と、周りの人に思われてそう。それじゃ、気を取り直して。ここは普通に殴り込みをかけると。橋の中央あたりで、大乱闘スマッシュブラザーなんとかが始まってしまいます。さすがに、ドーンガードの大切な仲間は、殴りたくないので、時をゆるゆるにして、先行して敵陣を壊滅、そういう計画です。私のスピードに、敵の出現が若干追いついていませんが、うっすらした輪郭の状態でも、問題なく殴れます。正門で渋滞している敵で、ホームランダービーをするだけの、簡単なお仕事です。給料は月末払い、スイートロール4つ目。さすがにスローでも、ハゲパワーからのパワーアタックは、制御が困難です。また間違えて霊体か使った。ああもう計画が台無しだよ。敵のほとんどを、門前払いにしただけでも、満足はしていますが。あとは顔色の悪いおっさんを始末して。ちょ、思いのほか痛い、しびれるー。ふざけた雷撃魔法、これはドーンガードの仕業か。突然のチェーンライトニング、避けられるわけないダルルを。これであとは、ガーゴイル君をしばけば終わりですかね。あ、仕留め損ねていたのがいますね。顔面からしまみれや、ナオスさんは、さっさと退場。ビカモットを入れると、ヴァンパイアの顔色が、軒並み腐るのが、密かに面白いと思っています。でも気持ち悪いので処分。最後に、孤立無縁の、石灰石ゴリラの末路でも、見物に行きましょ。これ見よがしに並んでいる、ガーゴイルの石像も、動き出すのは、どうやら一体だけのようで、1対1なら、アーマード野獣先輩といい勝負でしょう。池ポチャしてしまいましたが、ガーゴイルは元気です。泳ぎモーションのないモンスターでも、当然の権利のように、陸地に戻ってきます。内部的には、水上歩行に似た効果でも、発動しているんでしょうかね。
殴るのも面倒くさいので、ソウルペアリングで処理いたしとうござりまする。ガーゴイルが蘇生して、味方になるかと期待していましたが、ドザエモンになってしまったせいで、起き上がることができないようです。だらしねえな。は。これは、頭隠して尻隠さず、やな。とても気持ち悪いと思いました、まる。あ、城内にも、多数の敵がいましたが、内容がないようなな感じだったので、お蔵入りでございます。なお、なぜかドーンガードの連中は、ハルコンとの決戦に、手を貸してくれません。ドーンガード万歳、スカイイリム万歳。万歳万歳言うだけの、マネキン集団とかします。何が吸血鬼ハンターなんだか。セラーナの方が、何倍も働き者ですね。まあ、今さらハゲどもの力なぞ、不要ら。ナイトメアのドラゴンを乗り越えた、脳筋ボーンの力、見とけよ見とけよ。愛しいセラーナよ。今でもペットを連れ歩くのを好むのだな。セラーナのペットになりたい人は多そう。ハルコンのペットになりたいのはホモだけだって、はっきりわかんだね。お分かりですわね。はいはい、積もる話もあるでしょうけど。肉を引きちぎってくれる。たまには問答無用で切りかからせてね。さすが太鼓のヴァンパイアロード。時間減速中でも、一瞬でワープできるようです。だがしかし、貴様に捧げる血液など、言ってきたりともないわ。なんだその動き。とまあ、このように、時間減速を使えば、ハルコンがいかにクソ雑魚なめくじかが、お分かりいただけるかと思います。はい、終了。通常プレイでは、アーリエルの弓を使って、無敵の結界なりを、壊して遊ぶアトラクションなのですが、ヘモグロビン依存症のおっさんが、まともに戦ってもらえるわけないだろ、いい加減にしろ。ジタバタもがいていますが、自分が死んでいることに気づくまで、少々お待ちください。弱い、かっこ確信。レベルを上げて物理で殴ればいい。アーリエルの弓、知らんな。こんな弱さなら、初対面の段階で、普通に倒すルートも用意しておいてくれメンス。終わりですわね。そんなことよりちょっと眩しすぎんよ。わかりかねますわ。ドーンガードのところにいようと思っておりますわ。彼らに追い出されるまでの話ですけれども、尊敬できる戦士たちですし、今は味方に吸血鬼がいる利点もご存知のはずですわ。願ったりですわ。次の冒険の計画はどうなのかしら。ということで、ドーンガード編、これにて完。弓とハルコンは、セラーナと正常に分かれるための、おまけに過ぎませんが、気持ち的にも、すっきりしたので、良い寄り道だったと思いましょう。なお、腐ったヘモグロビンの山から、まあまあな耐性を薬と、ユニーク武器、ハルコンの剣を、サルベージすることが可能です。あ、魔法耐性のネックレス、なかなかやるじゃない。ハルコンの剣は、片手武器であり、かつ、吸血鬼以外が使うメリットは、ゼロでございます。一応、拾いはしますが、いわゆる思い出要因ですね。オッスや獣先輩。扉の前で座り込んで、何してるんですか？もしかして、扉の開け方がわからないとか。野獣先輩は、ボルキハル城に住まわれるそうなので、そっとしておきます。さて、今シリーズ、全都市重視と、全シャウト収集を、目指してきたわけですが、ざっと並べると、こんなところが、これからすることになります。とりあえず、ソルスセイムに行って、スキルブックでレベルアップが加速する、クロノショーを取ることを、優先させたいところ。ドラゴンに勝てなくもないとはいえ、まだまだ、シャウトのクールダウン次第という、不安定な強さです。早いところ、カジスキル100にして、武器防具を整えたい、というのが一番やりたいことですね。もっと言うと、時間減速なしで、正面から殴り倒せるくらい、強くなりたいのです。レベルは現在55。
両手武器が、4度目のリセット間近ですが、もちろん、100になり次第リセットします。もはや、レベル上げのためだけに存在する、ツリーと言っても、過言ではありませんね。スキルレベル5くらいなら、あっさり上がるので、この辺りの最上級パークが、絶えずかし状態なのも、地味に辛いところです。そうそう、ソウルケアリングから、死の旋舞というシャウトを、開発しました。近接攻撃のアシストが主な用途で、うまく使いこなせば、脳筋にとって心強いシャウトになると期待していたんですが、うまくいかないのが現実。二言目は、敵を打ち上げて、落下する前に殴れば、再び浮き上がる。要するに、サッカーのリフティングの要領ですが、これがなかなか、当てるのが難しいのです。カメラが近すぎるから、もっと引けばいいのでしょうけれど、接近戦の臨場感を、できるだけ損ねたくないので、カメラは変えぬ。まあ、グレイビアードを打ち上げて、わっしょいして遊ぶシャウトとして、扱うことになるでしょうね。ちなみに、一言目の効果は、パワーアタックのダメージを、増加させるものですが、言うまでもなく、そんなシャウトを使っている暇があったら、激しき力、使おう。そんな結論しかないので、結局ダメですね。なお、3個目は、周囲に、チェックポイントが出現しまして、矢印に沿って、そのエリアに入ることで、周囲の敵に、範囲ダメージプラスひるみを、与えるというものです。与えるダメージは、それなりの威力なのですが、私の場合、次に移動する場所や、方向を制限されると、ガバの血が騒ぎまして、多分殴り殺されます。うまく運用できれば、これほど強力な接近戦フィールドもないのですが、私が使うには、少々テクニカルな問題が、大きいでしょう。宝を持ち腐れていくスタイルから目を背け、ソルスセイムに向かいましょ。船賃はマーキュリオ 0.5 人分です。序盤は大金ですが、今では小銭同然。なお、モッドの関係上、水中呼吸が必須となります。ソリチュードの呉服屋さんあたりで、買うのがよろしいでしょう。船長は船渡しをごねますが、金貨の入った袋で、往復ビンタしてやりましょう。ちょろいおっさんだな。そんなわけで、ソルスセイムにやってきたのだ。水中呼吸がないと、ここで溺死しておだぶつですぜ。アルゴニアンなら、問題ないんでしょうけどね。船の垂直座標が、若干ずれていると考えるのが、まあありがちな線ではあります。そうは言っても、船の Y 軸をずらしているのがどのモッドかなんて、調査するくらいなら、水中呼吸の方が早い、はっきり応急処置なんだね。ということで、船長からの嫌がらせを乗り越えれば、レイブンロックです。ここはソルスセイム唯一の街で、最後の重視認定をしてくれます。が、ドラゴンボーンの大先輩、ミラークの影響で、街は機能停止状態です。何をするにも、まずは街の人たちを、正気に戻さないことには、話が始まりません。スキルブック関連のクロノ書も、鉱山のジジイが出奔してしまっているため、入手は不可能です。仕方ないので、まずは普通にクエスト進めます。そうそう、機能停止と申しましたが、一応、最低限の売り買いくらいは、できるようです。が、肝心なところを進められないのは、愛も変わらずです。ソルスセイムは、DLC 最後の収録だけあって、クエストの報酬でもらえるお金や、お店の人の持ち金が、とてもうま味なのです。などと銭味な話をしていれば、見慣れぬ敵。名前は、グラマイト、でしょうかね。グラム、という単語には、いかめしい、不機嫌な、といった意味があるようで、サハギン独特の魚顔、
生臭そうな緑のおっさんが、ソルスセイムに根付いているようですね。強さのほどは、リークリングの亜種でしかなく、恐るるに足りません。プレイヤーに適度な歯応えを提供する、ザコモンスターの鏡ですね。なお、戦利品はファルメル並みでした。薬草しか落とさないスライムもいるし、多少はね。こちらは、見慣れたソルスセイム特産品、アッシュスポーンです。灰の塊に、特殊な魔鉱石が加わって、二本足で歩き回るようになった、いわゆる一つのゴーレムです。ナゲット型になるのか、という点については、死者の灰を使っているから、と私なりに解釈していますが、核となる、ハートストーン側に、魂的なサムシングが、宿っているのかもしれませんね。レイブンロック周辺では、こんなのがしょっちゅう出てくるらしいです。アッシュスポーンの発生を止めることが、重視認定の第一歩ですので、このくらいは、パパッとライスしていきましょう。お手紙によると、死に損ないがまだ暴れているようです。いや、実際死んでいるので、死に損なってもいないんですけど。そこのおじさん、ちょっとお待ちを。ありがたい。生きて農場から出られる確証がなかった。部下も救えればよかったのだが、奴らの出所の手がかりになりそうなものを探すつもりだった。この方角から来ていることは分かっていて、他に当てもないからな。奇妙だな。読んだ限り、ファルクス・カリアス将軍の手によるものだが、そんなことはありえない。カリアス将軍は帝国のフロストモス砦駐留部隊の指揮官だったが、200年前にレッドマウンテンのせいで砦が崩れた際に命を落としている。生きているはずなどないのだ。死人が動き回る世界ですし、おっし、もしカリアス将軍が生きているのだとすれば、何らかの尋常ならぬ理由があるはずだ。フロストモス砦で確かめてきてもらいたい。こちらはレイブンロックに戻って部下たちを襲撃に備えさせておく。フロストモス砦は島の中央南部です。町の人たちを助けるのにミラーク博物館に行くところですが、先にこちらの件を片付けておきましょう。ところで、さっきレイブンロックでチラチラ見ていたんですけど、ビーストモッド由来のトカゲの乗り物が追加されているようです。このチキンナゲットみたいなイグアナに乗れるらしいっすよ。名前はガーでいいんでしょうかね。グアールでも良さそう。でもこの子たちはクラがついていないので乗れません。町のガーたちは盗み判定になってしまうので、どこかでマイガーを探して乗ってみたいですね。近寄りたくないランキング、見たことない敵がやり合っています部門、堂々1位。そんなことより、こいつら、何なんですかね。あ。くっそでかい、昼の化け物みたいな姿ですけれど。ポジのマントと言えばいいんでしょうか。よくわからない間にポジらされて、激烈継続ダメージで、即時極域。霊気魔法も使えるようで、脳筋ボーンにとっては、相性最悪ですね。廃屋に入ると、アッシュスポーンがスポーンするので、少しは足止めできるかな?おっとこれは、念願の、マイガーを手に入れたぞ。えっちらおっちら、とことこ歩くチキンナゲットが、愛くるしゅうございます。もうちょっとスピード出して、どうぞ。あ、スプリントすると、顔面草まみれや。これは完全に、獅子脅し風のフェイスブレイカーですよ。とかなんとか、二本足と戯れていたら、目的地です。んじゃ、今回はこんなところで、続きは次回に。ご視聴、ありがとうございました。